ウインナーの秘密。ウインナーソーセージが食べ物であることは言うまでもないが、なんとなくおもちゃっぽいなと思ったことありませんか？ウインナーソーセージは見た目がかわいい。小さくて細くて短くて可愛げがある。食べ物にかわいいとかかわいくないといった表現はなじまないのだが、ウインナーソーセージはやはりかわいい。一方にフランクフルトなどの大物があるせいか、ウインナーはソーセージの子供に見える。皿の上に湯気の立つウインナーが何本か持ってあると、用事を構えてそのうちの一本にそーっと近づけてゆき、えいっなんてつい言っちゃう。狙い誤って突き損じて皿から転がり落ちたりすると、そいつを再び狙って、こいつめなんて言っちゃう。ほーら、あなたにとってウインナーはすでにおもちゃなのだ。もちろん味だってわざわざ遠回りしてでも食べてみる価値のある卓越した食べ物であることは言うまでもありません。ソーセージの魅力は少しずつ噛んでいって皮がパキッと破れる瞬間にある。パキッと破れてそれまでぎゅーっと圧迫されていた肉塊が一斉にモコモコと盛り上がってくる一瞬にある。モコモコっと盛り上がると同時にじわっと出てくる意外にしょっぱい脂肪を含んだ肉汁にある。茹でておいしく炒めてうまく、ビールにはもってこいのおつまみだ。ウインナーソーセージは子供にも好かれる。デパートなどのお子様ランチには必ずと言ってよいほど添えられている。幼稚園のお弁当にもウインナーは欠かせない。ウインナーのタコさん作りもリンゴのウサギさん作りとともに子供に受ける一因となっているようだ。このタコさん作りは子供ばかりでなく大人の世界でも受けていて、例えば新婚のサラリーマンの弁当にこのタコさんが入っていたりすると心のこもった愛妻弁当としてみんなに冷やかされると。ここまではウインナーソーセージは子供にも大人にも愛され順中満帆であった。不幸の影などどこにも見当たらなかった。めでたしめでたしで終わるはずであった。だがウインナーソーセージ許すまじの世界がこの世に厳然としてあるのだ。ウインナーソーセージ侵入禁止の立て札が立っている一帯があるのだ。例えば旅に出て列車に乗る、駅弁を買う、さあ中はどんなんかなと蓋を開ける。すると弁当の片隅にウインナーソーセージが一本横たわっている。がっくり、焦然、外胆、そして憤怒へ。なめとんのか俺を。10人が10人そう叫ぶと思いますね。おかしいじゃありませんか。ついさっきまでかわいいとかこいつめなんて言ってかわいがっていた相手に対してなんという暴言。まあ確かに今時の駅弁にはウインナーは入っていない。入れるとなめとることになるので入れなくなったのだ。駅弁にも入ってないしレストランのランチにも使わない。居酒屋のメニューでもめったにお目にかからないし、吉兆のメニューにも多分ないと思う。お客に行ってビールのおつまみにウインナーソーセージが出てきたら客はどう思うだろう。やはりなめられたと思うはずだ。しかし実際にその場でビールを飲みウインナーソーセージを口にしたらどうなるのか。おいしいに決まってる。ビールのつまみにこんな最適なものはないのだ。だけど不愉快極まりない。だけどおいしい。だけど手は出せない。だけど食べたい。このあたりにウインナーソーセージが持つ社会性が姿を現してくる。ウインナーソーセージを侮ってはいけない。ウインナーソーセージは
今盛んに言われている階級社会そのものなのである。どういうふうに階級社会なのか、その説明は難しい。ウインナーソーセージの身分は確かに低い。身分の低さが客を怒らせるだけでは説明しきれない何かがある。その何かとは何か、そこに愛が絡んでいるからという説をなす者もいる。こんなにも老いにも若きにも愛されているウインナー、ウインナー糸半説を唱える者もいる。でっちを愛してしまった糸半、愛しているのに人前では好きとは言えぬ糸半、人前では好きとは言えぬあなた。ウインナーの奥は深い。